JR 北海道785系電車。785系電車。785系電車は、北海道旅客鉄道、JR 北海道が1990年、平成2年から運用している、交流特急系電車である。函館本線の札幌駅旭川駅間は、JR 北海道を代表する、機関系統であり、日本国有鉄道、 国鉄時代から781系電車による L 特急、ライラック、ホワイトアローが所要1時間30分前後で結び30分から1時間間隔で運行されていた。1987年昭和63年4月1日の国鉄分割民営化後1990年平成2年10月30日に 札幌市や旭川市間の高速道路が全通することから JR 北海道では高速バスやマイカートの競争力向上のため所要時間の短縮と増発を図ることとなったそこで最高速度時速 130km での運転を可能とする線路改良及び新型車両の開発がなされ1990年平成2年5月に完成したのが785 軽電車である本系列は、JR 北海道発足後、初の新型特急系電車であるほか、JR グループの量産型車両としては初めて、VVVF インバータ制御を採用した車両である。1991年、平成3年に、通称産業省グッドデザイン商品、現、日本デザイン振興会グッドデザイン賞に選定された。1990年、 平成2年9月1日のダイヤ改正から、L 特急、スーパーホワイトアローとして、営業運転を開始し、札幌駅旭川駅間を、所要1時間20分、標定速度時速 102.6km で結んだ。日中時間帯は781系を使用する、L 特急、ライラック、所要1時間30分と各1時間間隔で運行され、 両列車合わせて30分間隔での運転となり、速達化と利便性の向上に寄与した。2002年、平成14年には、グレードアップ指定席、UC と車両を組み込んだ編成に組み替えられ、同年3月16日のダイヤ改正から、従来の781系に変わり、快速、エアポートとして新千歳空港駅札幌駅間を直通運転するようになった。 2007年、平成19年10月1日のダイヤ改正からは、スーパーホワイトアローとライラックを統合した、L 特急、スーパーカムイに加え、室蘭駅札幌駅間の L 特急、スズランでも用を開始するなど、本系列は JR 北海道の都市間高速輸送の主力として使用されてきた。また、2010年、平成22年12月4日のダイヤ改正では、 2002年、平成14年の編成組み替えの際に余剰を取った2両が、津軽海峡線の特急、スーパー白鳥の増結用編成に転用された300番台。2015年、平成27年1月15日に行われた JR 北海道の定例記者会見において、2019年までに785系を更新する、引退させる方針であることが明言され、 同年3月20日に公表した安全投資と修繕に関する5年間の計画において当時特急スーパー白鳥で運用されていた789系例番台電車を2017年平成29年から札幌都市圏へ転用し785系への全37両中27両廃車とする方針が公表された2016年 平成28年3月26日のダイヤ改正では、北海道新幹線の開業に伴う特急、スーパー白鳥の廃止により、300番台の2両が廃車となったほか、快速、エアポートとしての新千歳空港駅、札幌駅間への直通運転が終了した。2017年、平成29年3月4日のダイヤ改正では、 前述の789系ン番台に置き換えられる形で、札幌駅旭川駅間の運用から撤退し、特急、スズランのみで使用されている。ここでは製造当初の使用について記述する。後年の変更箇所については、当該説を参照されたい。車体は、軽量構造のステンレス製で、車体断面は721系と同じである。 客用扉は片開き式とし、乗降時間短縮のために、片側2箇所、有効開口幅 670mm、車椅子対応 930mm、両車端部に設ける。先頭車前面は停車し、中央下部が突出した、局面構成を持つ。正面には、貫通扉を設け、増解決に対応する。外部塗色は正面及び、側面の窓周りが、 黒色、客室窓上には、ラベンダーバイオレット、客室倉庫には萌え木色、ライトグリーン及びラベンダーバイオレットのツートンの帯を、配する。客室窓は781系より大型化され、窓柱を黒くした連続窓風のデザインである。列車名などを表示する、相性表示器は三色 LED 式で、正面右側の運転台直下に設置されている。 側面の行き先表示器は、伝承式方向幕で、客用扉横の号車表示、設備表示は差し替え可能な砂防を使用している。各社の客用扉付近には、列車名をあしらった、スはスーパーホワイトアローのロゴマークが配されている。781系と同様に、全車普通車のモノクラス編成とされ、グリーン車は連結されない。 4両の基本編成と2両の付属編成を需要に応じて組み合わせ4両または6両編成として使用されていた。本系列の制御機器は781系と同様に電動車と電源搭載付随車の2両で1つの電気回路を構成するまたユニット方式を採用しており付随車に下枠交差型バンタグラフと主変圧器を装備し 電動車に電力を供給する構成となっている。制御装置は VVVF インバータ制御方式とされ、インバータ装置の整流素子には GTO を用いる。主電動機は定格出力1 9 0キロワットのカゴ形参照、誘導電動機 NMT785 型を装備する。発電ブレーキを用いるため、屋根上にブレーキ抵抗器を装備する。台車は 721系電車の NDT721 系、NTR721 型を基本に一部仕様を変更したボルスタレス台車 NDT785 系、NTR785 型で枕羽根に空気羽根を用い、軸は小指示は積層ゴム支持方式である。座席はフリーストップ式のリクライニングシートで中央には腕掛かりがあり、 パイプ式の管理、フットレストテーブルも設ける。シートピッチは781系の 910mm から 960mm に拡大されている。座席モケットは基本編成と付属編成で、地色が異なり、基本編成は青色、付属編成は緑色である。客室内の出入台扉上部には LED 式の車内案内表示装置が設置され、 指定席、自由席、禁煙、喫煙などの設備表記、デジタル時計、号車番号表示を一体化した構成となっている。トイレは、区百784系、区百785系、サ七ハ784型に設けられ、洋式の共用トイレには折りたたみ式のベビーベッドを備える。合わせて、男子雇用トイレも別に設置されている。営業運転開始当初は、 基本編成、4両と付属編成、2両を連結した6両編成で運転されていた。2002年、平成14年の編成組み替え後は、津軽海峡専用に転用改造された NE-303 編成 NE、旧 NE105 編成を除いて5両固定編成として運転されている。 工術の300番台も含めて、編成番号は、識別記号の NE を監視、NE-4 などと表す。1990年、平成2年に製造された4両編成を組む車両である。各形式とも5両が、日立製作所で製造された。2002年にもは784型500番台、工術を1両組み込み、以後は5両固定編成で運用されている。 1990年、平成2年に製造された2両編成を組む車両である。全車両とも川崎重工業で製造された。当初は基本編成に増結して6両で使用されたほか、基本編成の点検、整備時は付属編成を2組、または3組を並結した4両、または6両編成としても使用された。なお、増結は札幌、 朝日川側のどちらでも可能であった。連休、お盆、年末年始等の再繁忙期には6両編成での運行が状態化されるほどの実績を持っていたほか、付属編成1本を使用した臨時特急、モーニングエクスプレスが運行された時期もあった。2002年、平成14年に2組の付属編成を1本化した上でも派785系500番台。 工術を一両組み込み、以後は五両固定編成で使用している。2002年、平成14年に製造された、グレードアップ指定席、U シート用の車両である。製造されたのは、中間電動車のみで、既存の各編成に一両ずつ組み込まれた。車掌室を備えており、自動放送装置、モニタ装置で制御もこの時より設けられた。客室窓は、座席と、 同間隔の小窓となり、当機間に車体に付着した氷塊が走行中に落下し、跳ね上げたバラストが窓を破損させる事故への対策として、厚さ 8mm のポリカーボネート製保護板を設けた。また、JR 北海道の車両としては初めて床下機器のフルカバー化がなされ、着雪量の減少を図っている。バリアフリー対応として、客用扉は、 ドアチャイムを設置の上後くらい側を、広幅の 970mm としたほか、車椅子利用スペース、車椅子対応大型トイレを設ける。制御機器には、イベット素子を用いた3レベル PWM コンバータプラス2レベル PWM インバータを2軍搭載し、故障時の上調性を図っている。主電動機は3小誘導電動機 NMT731 を1両あたり4機搭載する。 ブレーキ装置は回正ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキとなったため屋根上にブレーキ抵抗器は装備しない。台車は空気バネ間隔を1、950mm に拡大し、キハ2 6 1 0バ0番台機動車と同じ有効計 540mm の空気バネを採用して横合成アップを図った軸量式の NDT785A に変更された。 経年が14年程度を、累積走行距離が380万キロメートルを超えている状況から、主要機器の更新と客室のリニューアル化を行い、車両の延命化を図った。2005年、平成17年から工事を開始した。客室内の化粧板、床仕上げ材は新品に取り替え、座席は一本足脚台タイプに変更し、足元スペースを拡大した。出入りは、化粧板、 床仕上げ材を新品交換したことに加え、従来より 5mm 薄くしつつも断熱性を向上させた新型側引き戸に交換し、ドアチャイムを新設した。トイレ、洗面所の改装も行われている。主回路機器の更新を行い、周辺換装置、周辺圧器の取り替え、補助電源装置の一部機器取り替え、終電装置はシングルアームパンタグラム NPS785 に、 変更された。空調装置は、ユニット内のコンプレッサーを取り替えた。また、床下機器カバーを新設している。ブレーキ装置は、一部機器を取り替えて、回生ブレーキ、併用電気指令式空気ブレーキ及び、T 社遅れ、米制御を追加した。ブレーキ更新により不要になった屋根上主抵抗器は、撤去したが、屋根上カバーは、採用した。2017年。 平成29年5月1日時点で、5両編成2本、10両の NE-501、502 50編成が、札幌運転所に配置されている。2017年、平成29年3月4日時点では、以下の列車、区間で運用される。500番台組込みによる5両編成下で余剰となり、長期にわたり、保留車となっていた。 NE-105 編成二両を二千十年、平成二十二年四月に、苗木工場にて、津軽海峡線の特急、スーパー白鳥用の七百八十九系0大電車の増欠用編成に改造したものである。編成番号は n e 三百三へ改められた。雲の七百八十五から百五5の後くらい、出入台と運転台が撤去され、その部分の窓、 乗務員扉と客用扉が埋められている。その他にも、主回路機器の更新とブレーキ装置の一部変更が行われており、それに伴い、同社の車両番号は、モハ785から303に改版された。また、ユニットを組むクハ784から5も、全面貫通扉の閉鎖や幕式相称表示器の装備、海峡線走行用の保安装置、 ATCL 型の設置等、運転台周りを中心に改修が行われ、区派784から303に改版された。同時に、両社とも、外部図色が789系に合わせたものに変更されたほか、車内設備も789系同等品に交換され、ブレーキ装置の一部変更が行われており、車両が埋体以外の装備がほぼ全面的にリニューアルされた。 この改造車は2010年平成22年12月4日のダイヤ改正から特急スーパー白鳥の増結車としての運用を開始した。その後2016年平成28年3月26日の北海道新幹線の開業に伴うスーパー白鳥の廃止に伴い開業準備に伴う海峡線運休前日の同年3月21日の運転をもって 789、経九バンダイと共に運用を離脱し、同月31日に廃車され、同年9月末頃から解体された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。